はい、本日はですね、アークテリクスのスコーミッションフーディーを紹介していきたいなというふうに思います。で、僕今回がですね、アークテリクスのジャケットは人生初っていうことになって、以前アークテリクスのマカ2っていうのを紹介したんですけども、そのマカ2がアークテリクスの一番最初の商品やって、あまりにも良すぎだから次ジャケット行ってみようってことでジャケットなんですが、それがこちらのスコーミッションフーディーということになってます。で、今回アークテリクスのジャケット買うにあたって、なんか一番定番のものから買いたいなと思っていろいろ調べてたら、このスコーミッションフーディーが一番定番中の定番らしくて、まあ、カバンで言ったら、マカ2とか、あとリュックやったらアロー20っていうなんかそんなんとかあって、ジャケットやったらこのスコーミッションフーディーが一番定番中の定番っていうことやったんで、まあ、このシャレシャレのおしゃれなあのジャケットを紹介していきたいなと思います。まあ、ではですね、こちらパッと見てもらいたいんですけど、まあ、めちゃくちゃかっこいい感じになってですね、僕あの、さっきちょっとチラッと来たんですけど、スタイルもめっちゃよく見えるし、で、このシンプルな感じというか、で、質感がですね、結構マットな雰囲気っていうことで、めちゃくちゃかっこいいなと思って、もともとアークテリクスっていうブランド自体はかっこいいブランドやなと思ってたんですけど、こうマジマジと見たらですね、あ、かっこええなってより思うんですが、まあ、お前の感想はええから特徴言えっていう感じだと思うので、特徴を言っていきたいなと思います。ではですね、まずこちらがですね、ジャケットっていうことになってて、ただの普通のジャケットじゃなくて、やっぱアウトドアなんで、しっかり防風性があるってことで、もともとこのスコーミッションっていうジャケットの名前がなんか山の名前らしくて、そこが山もあるし、近くに海もあるってことで、なんかあの、いきなり気温が変わったり、気候が変わったりするような、激しい気候の中でも着れるようにっていうことで、スコーミッションっていう名前がついてるらしいんですけど、まあ、その名前の通り、まあ、例えば日常使いやったら朝晩の寒い時であったりとか、こういうの去ってきたら全然風を止めてくれて寒くないですし、で、まあ、さらにちょっと梅雨とかで若干雨が降ってきたとかっていう時でも対応できるようなジャケットになってて、あの、若干撥水の加工が行われているので、まあ、そういった安定しない気候っていうんですかね、こうなんか雨降ったり寒かったりとかっていう時に重宝できるようなジャケットっていうことで、スコーミッションフーディーということになってます。なので僕もこの動画撮るまでスコーミッションっていうことも言ったことなかったんですけど、そういう風に意味を知れば、あ、そういうことでスコーミッションやなっていうことになると思うんですけど、まあ、それぐらいどんな気候でも着れますよということになっているようです。で、次がですね、こちらめちゃくちゃ軽量っていうことになってて、グラム数で言うと 140g っていうことになっているので、まあ、僕の動画をヘビーで見ていただいている方であればわかるかなと思うんですけど、まあ、140g から 148g といえば、野球好きの方はそうですよね、野球ボールっていうことになっているので、野球ボールと同じぐらいの軽さっていうことになってて、まあ、後で畳んでる様子を見てもらうんですけど、畳んでみても、まあ、野球ボールとほとんど変わらへんっていう感じになっているので、まあ、それぐらいちっちゃくなって軽いので、めちゃくちゃ持ち運びに適していて、なおかつ僕あんまり好きじゃないんですけど、スタッフサックみたいなんてあると思うんですよ。まあ、これ全然スタッフサックでもなんでもないんですけど、こういうのにジャケットを入れるタイプのサックってついてたりするジャケットあるんですけど、僕はそういうタイプよりかは、まあ、このジャケットは、まあ、次の特徴になるんですけど、ポケットに入るんですよね。で、ポケットっていうのがこちらの前に一箇所あるんですけど、この一箇所をパッて開けてここにジャケットを入れていくっていうような形で、このポケットがジャケットの袋代わりにもなるし、物を入れることでもできるっていうことで、ジャケットを収納するための袋をわざわざ持ち歩かなくてよくて、このポケットが収納袋にもなってくれるっていうことになってるので、まあ結構これってズボラな人っていうか、まあ僕はそうなんですけど、結構袋なくしがちなんで、なくしがちな方とかやったら、なんか気づいたら袋どっか行ってんねんみたいな、んで結局年末の大掃除ぐらいでなんかタンスの横からピョって出てきて、もうほこりかぶって出てきて、これも結局使わんかったな言うて、なんか誰かにあげたりとかで、また行方不明になったりすると思うんですけど、まあそういう心配がこれはないので、このポケットに全部掘り込んでいけば、しっかりこうちっちゃく丸くなっていくっていうことになってて、これは僕結構いいなと思って、あと例えば日常的に使うんやったら、例えば朝とかパッてこのジャケット羽織ってて、ちょっと暑いなと思って脱ごうと思うじゃないですか。で、こう脱いだ時にわざわざリュックの中とかから袋どこやったっけって言ってる間に、なんか気づいたら乗るはずの電車が行ってたりだとか、なんか待ち合わせ時間に間に合わへんかったりだとか、仕事のタイムカードがギリギリ何秒か過ぎてテンション下がったりだとかあると思うんですけど、そういう袋とか探さんでいいので、もう脱いだ瞬間ここのポケットの中にバーッと掘り込んでいって、で完成っていう感じになっているので、まあ、この辺は、まあ、見た目的にもそうなんですけど、機能的にも結構しっかりしてるなっていうアウトドアらしい部分じゃないかなと思いまして、まあ、僕が持ってるジャケットの中では同じような機能っていうのが、スワローテイルベントフーディーっていうジャケットもですね、こちらノースウェイスになってるんですけど、そのジャケットも同じような機能がついてて、まあ、僕は結構重宝してたんですけど、まあ、それがついてるということになっております。で、次がですね、こちらのジャケットはあの定番中の定番ということで、いろんなセレクトショップであったり、アークテリクス以外のショップとかでも取り扱ってるので、ご存知の方も多いと思うんですけど、この2020年からちょっとモデルが若干変更してて、2019年までのモデルより少し改良されてバージョンアップされてますので、その変更点も少しだけお話したいなと思うんですが、まあ、何が変わったんかというと、一番わかりやすい部分っていうのはこの袖口になってるんですけど、袖口にベルクロって言って、このベルトで留めるような仕様っていうのが以前まではあって、まあ、わかりやすく言うと、他のジャケットとかやったらこういう風にベルトで留めるような感じっていうのがあるんですが、こちらも2019年まではあったんですけども、今年からはそういうのがなくなって、ゴムだけの仕様になっているので、もうパッ
ってきた瞬間からジャストサイズに合うような感じになってて、まあ、余計な機能が省かれているので、まあ、この辺が改良されてあったりだとか、他には次はドローコードですね。この腰元にあるドローコードがこの左と右この両方にあって、まあ、これは何をするためかっていうと、その腰元をギュッて縛って腰の隙間から風が入らないような仕組みにしたり、あとそのシルエットとか着た感じのシルエットとかを変えたりとかできるっていうのが、まあ、このドローコードにはなってるんですが、こちらが両方とも今左右もあるんですけど、2019年前のモデルまでは1箇所しかなくて、1箇所しかないのは別に特に問題ないんですけども、1箇所しかないと、その例えばこっちにあるんやったらここだけギュンギュンに詰まってこっち全然詰まってへんって結構あったりするんで、それをいちいちこう変えたりするのがめんどくさかったりするんですけど、今年からは両方ともあるのでピュッて引っ張ってあげれば両方とも均等にしぼんだりとかできるっていうことで、まあ、この辺も改良されてあったりだとか、あとは若干形が変わってるんですけど、そのシルエット後で見てもらうんですが、シルエットっていうのが少し細めになってて、まあ、よりどっちかというとスタイリッシュなイメージになってるので、街中で合わせたりだったりとかっていうところによりフューチャーしてるというか、街でも馴染むようなスタイルっていうことになってるので、まあ、その辺であったりだとか、あと全体的になんですけど、その余分な機能を省いて極力軽量に作られてるっていうことで、以前のモデルよりも数十グラム軽くできてるらしいので、まあ、その辺っていうのは定番でずっと出てはいてるんですけど、少しずつ改良してアップデートしながらよりいいものに仕上がってるという感じみたいなんで、一応この2020年モデルからはそういった変更点があるということのようです。なので若干軽くなってるので、より、ま、持ち運びとかも適してくるんじゃないかなというふうには思います。でこちらがですね、まあ、どんな方におすすめなんかっていうところやと思うんですけど、まあ、これはですね、どんな方にでも合うやろうなと思ってまして、まあ、それこそ天候とかもどんな天候でも合わせたりできますし、もちろん雨とかは厳しいんですけど、例えば朝が寒いとか昼間暑くなったらすぐ脱げ入れポケットの中で収納できたりとかで、軽いし持ち運びもできるっていうことで、多分あって嫌な機能っていうのがなくてですね、これは結構どんな方でも向いてるんじゃないかなと思うんですが、まあ、より今現状でなんかちょっと朝晩は寒いけど昼は暑くて着る服って難しいよねみたいな感じの話してる方は特にこれがおすすめっていう感じになってて、まあ、それ以外に特に朝晩寒くて昼が暑くても何の問題もないでっていう方には全然必要ないと思うんですけど、よく職場の喫煙所とかでなんか朝晩寒いっすよねとか、なんか今年夏暑いですよね、でも朝は寒いっすよねみたいな話してる人とかにはこれはもうバッチリっていうことになってて、まあ、ただですね、これデメリットもあってですね、まあ、デメリットもついでに話しておくんですけども、まあ、それが何かっていうと、まあ、このジャケット今いいとこまでバーッと喋ったんですけど、唯一欠点っていうのがまあ1個強いてあげれば2個あるんですけど、まず1個目、これは絶対欠点やなと思うのがポケットが1箇所しかないっていうことになってて、これをメインアウターで着ようと思うならもうここのポケットしかないので、普通ってジャケットってこの横側にポケットとかあったりすると思うんですけど、そういうのがないので、まあ、アウターとして着る方でよく荷物とかをポケットに入れ張る方とかはちょっと向いてなかったりとかすると思うので、例えばランニングとかで軽装、要はもうアップルウォッチとかスマホだけとか鍵だけしか持たへんとかっていう方であれば、まあ、この胸ポケットで十分やと思うんですけど、荷物を普段からよく持ち歩いたり小物が多い方とかであれば、このポケットが1箇所しかないっていうのはちょっとデメリットになるんかなというふうには思います。でもう1個強いてあげろって言われるならば、あの誰にも言われてないんですけど、あげろっていうなら、まあ、やっぱりこの生地感的にめちゃくちゃ薄い生地感になってて、先ほど軽量って言ったんですけど、この生地の厚さがですね、僕あのよく白 T でいつも何オンスっていう話してですね、6オンス以上は手首評論家からすれば透けません、手首が透けませんっていう話はずっとしてるんですけど、このオンスっていうのがですね、なんと 4.9 オンスっていうことになってて、これ白やったら手首透けるでっていうことなんですけど、まあ、それぐらい薄い生地で作られてるので、これからの時期とかはガンガン使えるんですけど、適用してる時期っていうのは大体春から秋ぐらいがまあメインの使いどころっていうことになってくると思うので、冬場はあまり使えないっていうところがまあデメリットかなというふうに思ってまして、ジャケットの機能から考えたら冬場でも中で着れるやんっていう方もいらっしゃると思うんですけど、いかんせんこのフードがあるインナーって使い方結構難しかったりすると思うので、これフードなかったら冬場インナーに使えたりとかできると思いますし、まあそれこそ使い方がもうちょっと幅広がるんかなと思うんですけど、まあフードがあるおかげというかせいというか、それでやっぱり冬場は僕は着づらいんかなというふうに思いますので、まあ春から秋までっていうのがこれを着用する期間かなというふうには思います。まあですが僕個人的にはこれフードの方買ってないので、フードがあることでよりこう立体感があるというかかっこいい感じになるので、まあ僕はこれを購入したんで、まあ冬は僕はもう多分着用しないと思うんですけど、これから春から秋に向けてガンガン着ていくんかなというふうには思います。はい、ということになってですね、こちらアークテリクスのサイズ感を最後見てもらおうと思うんですけど、僕が178センチ65キロで M サイズを着用してるんですが、こちらがですね海外規格になってるので少しちょっと大きめっていうことになってて、僕は S サイズか M か迷った結果 M サイズを購入したんですが、その M サイズを買った決め手っていうのが、今年の2020年モデルから先ほども言ったようにちょっと細くなってるってことで、今までの昔のモデルであれば S でも問題ないかなと思ったんですけど、少し細くなってることを考慮して1サイズ上、
を上げて M サイズを今回購入して、で結果的には M で良かったっていう感じになってて、 S やったらちょっとちっちゃかったやろなと思うので、まあ、僕ぐらいの感じであれば M で全然いけると思いますし、まあ、特にこれは僕は冬に着るつもりないので、インナーとかをいっぱい着込むつもりも全くないので、ロンティーとかで、あとスウェットぐらいでも全然着れるとは思うんですけど、まあ、それぐらいであれば全く問題ないかなというふうには思います。まあ、なのでサイズ感としては普段日本のサイズのワンサイズ下でもいいかなというふうに思いますので、僕は L が多いんですけど、まあ、L やと少しちょっと大きかったと思うので、まあ、ワンサイズ下げて海外規格に合わせるっていう感じが多分一番いいんじゃないかなというふうには思います。で、まあ、特に今年からはスリムなってるので、まあ、そんな感じがいいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで、本日はですね、アークテリクスのスコーミッションフーディーというシャレシャレのジャケットを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。Like fireworks, thought nothing could break us, but oh, how we got burned.